はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイ久々に。札幌のレモンザリッジ。濃い味ビターレモン。果汁が 3% で、レモンオイルと果皮とパルプ分を含む果汁使用。アルコール度数 5%。レモンのいいとこす。えりすぐり。ゆっくり逆さにしてからお飲みください。ごく絞りだっけ？あれと同じような感じ。リッチな濃い味わいの秘密。レモン果汁に希少なレモン果皮由来のオイルと、レモン果皮と、レモンパルプ分を加えることで香り高く深みのある味わいを実現しました。原材料が、レモンとレモン果皮エキスと、ウォッカと糖類と酸味料と炭酸と、香料とビタミン C と苦味料。なるほど。しばらくしばらくしばらく。ハッピー。うん、ああ。あ、美味しい美味しい。あ、美味しい美味しい美味しい。あ、これ美味しいですね。あ、これ。あ、これ美味しいわ。これ美味しいわ。苦味。うん。ちょっとこれ氷を入れると、もうちょっと美味しくなるんじゃないですかね。最近冷蔵庫に、大量に物を入れてるせいか、まあ、あれだね、夏だからなのかもな。いまいち冷えてないっていう状態が。あ、うん。美味しい。これ美味しいな。酸味もかなり強め。まあ、そうですね。普通のチューハイに比べたら圧倒的に酸味も強めで。うん。レモン果汁が 3% しか入ってないのに、圧倒的に、果実感の、濃厚な味。あ、すごいうまい。これうまいなぁ。うま。びっくり。苦味も、まあ、結構強めな。うん。で、結構甘みが、割と、いわゆる、糖類とか使ってないやつじゃないんで、これ糖類。ね、しっかり使ってるんで。で、結構甘いっちゃ甘いんですよ。うん。はい、今日の、つまみはこちら、一口クラッカー。最近無塩クラッカーを使って、自分が太りやすい体質か太りにくい体質かを調べるっていうブログだかなんだかあったんですよ。んでね、やり方簡単なんですけど、いや、やり方簡単じゃないな。すげえ難しいんですよ。簡単なんだけど、すげえ難しいんですよ。うん。あれ、どこ行った？一口クラッカーでも、いわゆるクラッカーですよね。
うん。こんな100円で売ってますよ。なんですが、なんと、無塩クラッカーが必要らしいんですよ。無塩クラッカーというスーパー超激レア。恐ろしいほどの、今日本ではね、激レアすぎてね、どこにも売ってない。なんとアマゾンにも売ってないっていう、スーパー激レア、超激レアっていう、やつなんですよ。マジで。あ、ありました。30秒でわかる。炭水化物で太りやすい体質がわかる簡単テスト。ね。確かに30秒でわかるんですけどね、なんとですね、無塩クラッカーなんてどこにも売ってないんだよな。残念ながら。はい、こちらにも当然、塩が入ってるんですよ。でね、スーパー、コンビニ、100円ショップ、いろいろ行ったんですけどね、どこにも売ってないんです。うん、いいですか？これ塩入ってるんですけど、ね？なぜか塩が入ってないクラッカーの方が安い、高いんです。意味がわかんないんです。アマゾンで見ました。はい。で、あるのが、一箱377円の、しかも5箱セット。うん。これは塩入ってないんですよ。いいっすか？安くてこれ5箱セット。アホでしょ。で、他にもいろいろ見ました。アマゾンで。ね。売ってねえんだよ。うん。いや、売ってたとしてもめちゃくちゃ高いんだよ。なんでって話なんですよ。だからこれで、一応俺実験したんですけど、簡単で30秒の、ストップウォッチで、口に入れて噛んだ瞬、まあ、口に入れて食って、口に入れた瞬間からこう、はみ始めてピッて押すじゃん。口に入れてピッて押すんですよ。で、クラッカーが甘くなったと感じたらストップウォッチをストップするんです。で、30秒以下であれば、あなたは炭水化物を効率よく処理できる体質であり、太りにくいと言えるでしょう。逆に30秒を超えた人は太りやすい人。炭水化物の制限を考えた方がいいかもしれませんってなってるんです。まあ、これは簡単な話で、唾液が、まあ、米を噛んでると甘くなってくるっていうの、ね、皆さんあるでしょ。あれはだから、炭水化物ですからね。お米は。まあ、でんぷんですよ。唾液はでんぷんを分解する、酵素が入ってるんで、で、分解された後に糖になるんですね。まあ、芋とか、まあ、さつまいもじゃなくて、じゃがいもとかでもそうですね。でんぷん。うん。でんぷんです。まあ、これ、小学生ぐらいの時に習ったよね、これね。うん。まあ、一応見ますけど。これも、ね、逆にね、小学生ぐらいの時だから、逆にわかんないかもしれない。でんぷんとは、植物が空気中の二酸化炭素と、水から太陽の光をエネルギーに、作り出す、まあ、光合成の、物質のこと。炭素と水素と酸素からできているよ。
実は砂糖も同じものからできていて、ブドウ糖という砂糖の仲間がたくさん集まってできたものをデンプンと言うんだよ。あ、なるほど。全然知らなかった。へえ。ブドウ糖ね。いわゆるブドウ糖って言うじゃないですか。まあ、あれ簡単に言えばまあ、簡単に言えばまあ、何なんですかね、砂糖ですね。だからほら、ブドウ糖って、あれ、だから炭水化物が、消化されると、唾液で消化されると、でんぷんになるんで、あれ違うな。ブドウ糖になるのか。ん？でんぷんになるんだっけ？違う。でんぷんが砂糖類になるんだ。ブドウ糖になるんだ。で、頭が、脳が、栄養、脳の栄養は、この砂糖のブドウ糖だけという、ことです。だから朝飯食ってこなかったとか、ね、学校に行ったとはなって、頭が、動かなくなって、で、俺前、昔、小学生の時に、校長先生の話で、みんな立つ学校だったんですよ。全員集まって。小学6年生までの、1年から6年までを全員体育館に集めて、で、立ちながらその、校長先生のクソ長い話をひたすら聞くっていうクソみたいな拷問でね、起きたんですよ。ドガーンってバダーンってもうなんだって思ったら、そこらの人がぶっ倒れてて、埼玉いわゆるまあ貧血っていうのもあるんですよ。貧血で、俺も、最近知ったんですけど、俺ずーっと自分のことエコノミークラス症候群だって言ってたんですよ。でもあれ違うみたいです。ただの貧血らしいです。映画館に2時間半とかの映画を見てて、ずーっと同じ体勢にいるじゃないですか。で、そうすると、こう血が、下の方に流れてって、で、最終的に、顔面が蒼白になって、頭のてっぺんから足の先まで、さーっと、体温が引いていくのを感じて、で、油汗が出て、最終的にぶっ倒れるんですよ。これをエコノミークラス症候群だって、俺ずーっと言ってたんですけど、間違いでした。ただの貧血です。で、主に貧血っていうのは女性になりやすい。まあ、生理があって、それで鉄分が、まあ、鉄分ですよね。でもね、昔俺が実家に住んでた時も、俺の兄貴も言ってたんですけど、俺の部屋が2階にあって、兄貴の部屋も2階にあるんですけど、朝起きて、ね、下まで行って、トイレがあって、トイレで用を足すじゃないですか。その瞬間からもうすでに、油汗が出て、で、顔面蒼白になり、さーっと血の気が引いて、もうね、もうあれなんですよ。もうね、こう横になりたいっていう感じ。なったことないとわかんないと思うんだけど。もうね、絶対にもうね、横になりたい衝動に駆られるんですよ。で、そこらの、畳に、バタって倒れて、ひたすら、だいたい10分ぐらい。
すると治るんですけど、うん。それは貧血らしいです。それも兄貴も言ってたんですよ。だいたい1年にね、1、2回あって、で、何なんだろうなーって、言ってたんですけど、あれは貧血みたいで、まあ、鉄分の補給ができてないとかって言われてるんですけど、俺ちゃんとこれ、マルチビタミン&ミネラルの、これ、毎日一粒飲んでるんですけど、ここにアイアンって書いてあるんですよ。18mg 100% って書いてあるんで、これ本来、人間の鉄分、これアイアンです。鉄です。18mg って、これアメリカのやつですから、これで 100% ってなってるけど、アマゾンで、サプリメントで鉄分ってググると、1日分の、鉄分は、これよく圧倒的に少ないんですよ。うん。うん。まあ、DHC とか、ね、有名ですけど。で、これで見ると、鉄分が、鉄分がたったの 10mg。こっち 18mg です。取ってるんですよ。じゃあなんで貧血になるのかっていう話なんです。知らん。うん。で、あと立ちくらみとかですね。しばらく座っててパッて立つと立ちくらみするじゃないですか。まあ、違う人もいると思うんだけど。まあ、あれです。あれはもう毎回なるんですよね。だから、低血圧とか、なんか言われてますけど、多分低血圧なの。低血圧とそもそも、貧血は何なのかな、なんか違いがあるのかな、わかんないですよね。うん。あ、ん?低血圧は、原因がわからない、本体性低気圧っていうのと、あと、起立性低気圧。これはベッドから起き上がった時や、椅子から立ち上がった時なのに、フラッとするのが起立性低血圧。じゃあ、俺これ多分これだな。で、さらに3個が、二次性低気圧。低血圧。病気や薬が原因で低血圧になるタイプです。よく知られるのは糖尿病で、血糖値のコントロールがうまくいってない時に起こりやすい、起立性低血圧です。低血圧と貧血はめまいや立ちくらみなど一部の症状が似てますが、実は全く違うものです。だって。貧血は血液中の赤血球やヘモグロビンの減少によって起こるもので、最も多い原因は鉄分の不足です。ただし、慢性関節リウマチなど他の病気が原因のこともあります。めまいを繰り返す場合や手足のしびれ、節々のこわばり、嘔吐などが見られる場合は早めに受診しましょう。毎日3食食うようにしろって書いてあるここに。俺2食しか食ってないんですよ。うん。たったの2食。で、下手したら1食しか食わない。うん。一般に低血圧の人は、足や手などの末端部分の血管の収縮率が低く、弱く、血液の循環が悪くなりがちです。これ。これは末端冷え症ですか。慢性も、ずーっと冷え症。
よく言われるのが、新潟人なの、新潟に住んでるのに、冷え性なのって言われるんですけど、新潟の人ほとんど冷え性です。うん。ということで、レモンザリッチ。これうめえな、マジで。これうめえな。いやー、ちょっとな、舐めてましたね、これね。これは、ウォッカでこれなってますけど、これ原材料ウォッカって書いてあるんで、ですけど、いやー、これ驚いたな。でも結構甘めのやつなんで、うん。砂糖は多分結構入ってると思います。うん。結構まあ、俺結構チューハイで甘めのは好きなんで。カロリーが 100ml あたりだと 56kcal 入ってます。これうめえなぁ。これだから、ウォッカじゃなくて、焼酎でやりたい。やりたいっていうか。参ったなぁ。あ、本当にうまいレモンサワーとは何か、その答えがここにある、レモンザリッチ。札幌グループの栄一を集結し、5年の歳月をかけてたどり着いたこのうまさ。果汁を超えた驚くほどの複雑で濃い味わいで、すべてのレモンサワー好きをうならせる。これやっぱ、惜しいな、やっぱな。これはもう丸パクリして、宝焼酎、宝酒造さんの、方から、このレモンザリッチの、焼酎版。これだから、ウォッカだから、もっと絶対うまいはずなんですよ。絶対。絶対。チューハイと言っときながら、ウォッカばっかっすからね。そこなんですよ。俺が、ムカついてんのは。うまいチューハイだっていっぱいあるんですけど。あ、これ焼酎だったら絶対もっとうまかったのになーって。うん。思うんですよね。実に。これかなり味濃いから、この中にもうこの半分と、コップに半分これを入れて、で、焼酎ちょこっと足して、で、ソーダで割っても美味しいかもしれない。これうまいわ。うん。いや、ここに書いてあるの、公式サイトのこのすべてのレモンザワーサワー漬けをうならせるって書いてある。これま、間違いないな、これな。だいたいこういうのって俺だいたい罵倒するんですよ。まずかったら。何言ってんだこいつ、みたいな。でももう俺のね、中でね、これほど、レモンサワーで、たったの果汁 3% ですよ。で、これで糖類入ってないってやつだったらいっぱいあるんですよ。最近だったら。黒絞りとかの。で、果汁だけじゃなくて、だから果汁 3% ってレモンだと、レモンチューハイだと 3% ってまあ普通ぐらいなんですよ。でも黒絞りとか、ああいった類のやつはちょっと使いすぎなんだけど、全然ジューシー感がないんですね。それなんでかって、香料と酸味料とか使ってないからね。特に香料です。これは苦味料もそうです。一般的に、酸味料とか香料っていうのは、まあ、ね、なんか叩かれるじゃないですか。健康に悪いとか、わけわからんこと言って。な？何も言いやがったら、もう自分で、
な、レモン自分で買ってきてさ、生のレモン買ってきてさ、ねえ、ウォッカで割って炭酸で割りゃいいじゃん。ねえ。でも、チューハイって、甘くなかったら、糖類が入ってなかったら、ほぼほぼ、自分で作れるんですよ、簡単に。じゃあお前これレモン入ってるやつ、いやね、砂糖入ってるやつ、どうやって作りますか？ガムシロップか砂糖ですよ。しかもわざわざこうどれぐらいなんかなーって自分でこう、味調節しなきゃいけないと。ね。砂糖もしくは、シロップ、ガムシロップと、レモン。まあ、100% レモンジュース。と、炭酸。と、あと、焼酎か、ウォッカね。この4ついるんですよ。いや、これ驚いたな。あれ？でも、レモンパルプって書いてあるけど。ん？あれ？レモンパルプ入ってなくね？レモンパルプって何？あれだよね。さらっと絞ったオレンジってもうなくなったんですけど、あれすげえうまかったんですけど。あれ？パルプってああいうやつじゃないの？なんか、粒。レモンの粒みたいなのじゃないですか。入ってないですね、これ。おかしいな。まあ、いっか。いや、これ正直驚いたわ。やっぱあれだな。チューハイに関して言うと、やっぱり、今で言ったらキリン、札幌、サントリー、高橋酒造。あとは、んぐらいか。まあ、チューハイ。キリン、札幌、あ、朝日もあるね。朝日、サントリー、宝酒造を、まあ、さらに増やしたら、合同酒税とか、まあ、そういったやつですよね。まあ、大体、まあ、主要なのは、まあ、5種類でしょうね。5社。この中で、チューハイでうまいって思うやつって、確実にサントリーは絶対的にまずいんですよ。甘味料がほぼほぼ含まれてるんで。含まれたやつしかほぼ売ってないんです。で、朝日も割と同様で、甘味料ばっか使ってる。まあ、俺甘味料大嫌いな。で、やっぱり、チューハイでうまいってなると、札幌はほぼほぼま、ほぼ確実にうまいやつしか売ってないんですよ。宝酒造は確かにうまいんだけれども、ただ、これほど糖分を入れてないんです。うん。焼酎ハイボールレモンとかだって、これの半分ぐらいの甘さなんですよ。やっぱり。で、俺昔氷結っていうチューハイあるでしょ？あれが好きだったんだけれども、最近じゃない、もう5年前ぐらいからかな。もう味変わっちゃって、美味しくなくなったんですよ。で、それまでずーっと氷結大好きだったんですけど、もうそれからもう氷結、あれキリンですよね。飲んでないですね。いや、これはうまいな。あ、びっくり。レモン果汁へのこだわり。レモンザリッチョが目指したのは、手絞りレモンのような複雑で濃い味わい。手絞りの、レモン汁には果汁とレモンパルプと果皮から、染み出たレモンオイルが含まれており、レモンそのままの、風香味を楽しむことができます。しかし今までの缶チューハイに使用されている、レモン果汁はパルプ分を取り除いた透明な、果汁が一般的でした。
果汁だけではレモンが持つ味の奥行きを表現できません。そこでレモンザリッチはグループ会社であるポッカ札幌が開発したプロフェッショナルスクイーズ原料果汁を使用。果汁に加えて別取りした果皮とレモンオイルとレモンパルプを丁寧にブレンドした混濁果汁で生レモンを絞った瞬間のような味わいを実現しました。マジでこれ超うめえじゃん。あ、これ3種類あるみたいですね。この濃い味レモン。違う、濃い味ビターレモンです、これ。で、これのビターを抜いた濃い味レモン。っていうのと、あとは濃い味のドライレモンってやつ。このドライレモンは多分さ、砂糖使ってないんだよね。なるほど、なるほど。で、これ、ボイスとかって言って、まあ、書いてあるんですけど、まあ、こんなのどうでもいいです。これぞレモンと思える大人はレモンサワーとか、なんか、うんたらかんたらって、いろいろ、言うてますけど、こんな他人の評価なんて、知ったこっちゃない。レモンサワー大好きなファンクラブ会員が、札幌の新商品レモンザリッチの、3つのフレーバーにトライ、自分のおすすめについて感想を語っていただきました。有名人で、お笑い芸人 DJ、俳優のやつ一郎さん、苦味と風味が最後に残るのが美味しい。あとはレモン侍さん、レモン成分の抽出方法や製造方法の凄さを感じる。こんなのどうでもいいんですよ、こんなもん。結果が全てですからね。抽出方法とか製造方法なんてのどうでもいいんですよ。だって、わかりこないんですから、俺が。わざわざじゃね、ねえ、工場行ってって。行くわけないでしょ。めんどくせえし。金かかるし。だから、そんな知らずに、飲んで、うまいかまずいかなんですよ、最終的に。で、ストロングおじさん。レモン感たっぷりだけど、渋みやえぐみがない。で、パリッコさん。レモンサワーのイメージが変わる。で、アイドルの今の、あやさん。レモンの旨みがギュギュッと詰まってる。歌手声優の小林愛花さん。これしか飲めなくなるよ。漫画家の、矢口夏子さん。ここまでキリッとした辛口レモンサワーは初めてです。モデルタレントのジョイさん。大人のレモンサワー見つけちまったぜ。フリーライターの浅井、真由美さん。レモンの使い方が贅沢。美味しすぎてゴクゴク飲んじゃう。ドラマーの岡本、モビー拓也さん。レモンサワーちょっとでも、好むのならば、必ず好きな味が見つかる。ああ、そっか。で、イラストレーター、漫画家とかなんとかも、バーって書いてありますけどね。まあ、有名人ですかね。まあ、有名人らしいです。俺知らないですけどね。一人も。だから、これは、甘くて、甘いのが好きで、なおかつ苦いのが好きっていう人。ビターレモンですかね、これ。ビターレモン。いや、これびっくりしたな。これはちょっとマジで、今年で、中杯、今年の発売中杯、今年飲んだ中杯で、一番うまいですね。これは、びっくりした。これはうまい。いやー、これはだから濃いからもうすでにこれ半分炭酸で割ってもいい、十分ですよ。だから、焼酎加えた方が絶対うまいとは思うんで、これも完全丸パクリして、宝酒造さんの焼酎で、今度割って飲むか。うますぎてびっくりしたな。
ここまでコク強いレモンサワーなんてないですよ。レモンチューハイないですよ、多分。今まで俺飲んできて、これ。で、甘みは、まあ、だから、苦味と甘みがあるんですよ、これ。甘みも強いんだけど、苦味も強いんで、まあ、甘みは、まあ、まあ、まあ、これちょっとわかんないですね。甘みと苦味の、こう、バランスが、だから逆、真逆ですよね、だから。甘いっていうのと、あ、逆なの苦味じゃなくて、塩味かな。それで言ったら甘みはまあ強い方だと思います。香りも強い。いや、これはもう確実に俺の中でもう、スーパーサイヤ人。ね、ブルー。になりましたね。5455です。これはうまい、絶対飲め。マジで、チューハイ好きなやつ。レモンチューハイ特に。え、これ、結構甘いんで、甘いの苦手な人は多分飲まなくていいと思う。うん。ということで。まあ、俺はチューハイで甘いの好きなんで。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。